綿織物工業の大発展は極度の石鹸不足を招きました。木の灰などでは到底補えません。そこで炭酸ナトリウムの化学的合成が求められるようになったのです。その難題を解決したのがフランスの医者でもあり科学者でもあったルブランです。彼はこの方法で炭酸ナトリウムを作れることを発見し、1791年から製造を始めました。そしてもう一人、ベルギーの工業家ソルベーです。ルブランから遅れることおよそ70年、1865年に幾多の困難を乗り越え工業化に成功しました。このため石鹸は十分に供給され、繊維産業は大いに発展しました。さらに石鹸は安価になり広く普及したので、衛生環境も格段に向上したのです。2人の発明、今ではですね、はい、ルブラン法とソルベー法というふうに呼ばれているんですけれども、はい、それによって多くの炭酸ナトリウムが供給されるようになったんですよ。人類に大きく貢献してくれました、うん、そうなんですね、はい、でも前に確かソルベー法っていうのは勉強したと思うんですけども、ルブラン法っていうのは出てこなかった気がするんですが。そうなんですよ、はい、工業的にはですね、うん、ソルベー法がルブラン法を圧倒したんです。まずはルブラン法からチェックしましょう。耐熱試験管に食塩を入れ、そこに硫酸を加えます。ガスバーナーで少し加熱します。すると塩化水素が発生し、硫酸ナトリウムができます。水を加えて反応を止めます。エタノールが入った試験管を用意して、そこに先ほどの上澄み液をピペットで取り入れます。白い沈殿ができました。硫酸ナトリウムです。それをろ過して乾燥させます。乾いた硫酸ナトリウムと炭素、炭酸カルシウムを乳鉢でよく混ぜ、再び耐熱試験管に入れます。もう一度ガスバーナーで加熱します。混ぜた粉の色は灰色です。今度は15分も加熱します。ここポイントです。15分経ちました。粉はどうなっているでしょうか。全体が黒みを帯びました。これを十分に冷まします。冷めたところで水を入れ、よく混ぜろ過します。ろ液にエタノールを入れます。白く濁りました。これが炭酸ナトリウムです。時間が経つと白色沈殿がよく観察できます。では次にソルベー法を見ていきましょう。ビーカーにアンモニア水を入れ、スターラーを使い攪拌します。そこに塩化ナトリウムを入れます。塩化ナトリウムが溶けなくなるまで少しずつ加えていきます。溶けなくなったところで上澄み液を試験管に取ります。そこにドライアイスを入れていきます。塩化ナトリウム、アンモニア、二酸化炭素、水が反応し、炭酸水素ナトリウムと塩化アンモニウムができます。しばらく経つと白色沈殿ができます。これが炭酸水素ナトリウムです。上澄み液をビーカーに取り、白色沈殿を加熱していきます。すると炭酸水素ナトリウムが炭酸ナトリウム、二酸化炭素、水になるのです。ソルベー法がルブラン法を圧倒した理由、もうお分かりですね。全くわからないですね。ただ原料が違うということと、あとルブラン法の場合は長い時間加熱をしなくちゃいけないっていうのがポイントでしたよね。こちらにありますのが、はい、工業的に作る時のその原料です、うん、そうですね。こちらがルブラン法の原料で、はい、こちらがソルベー法の原料ですよね。そうですね、はい。ルブラン法の方は、はい、食塩、うん、硫酸、はい、石炭、うん、石灰石です。硫酸以外は、はい、固体ですね。こちらのソルベー
米法の方は、はい、食塩水、そしてアンモニアガス、うん、炭酸ガスです、うん、こちらは液体と気体ですね、はい、これでまとめてみますけれども、うん、ルブラン法ですが原料が固体が多いということは、はい、人手がかかるわけですね、手間がかかる。あ、そうですね、はい、そして高温で加熱をしました。そしてこの硫酸を使うということは燃料費がかかるんですよ。あ、それってちょっと辛いことですよね。そうですね、うん。